聞いて、私決めたのよ。慌てないで、ちゃんと説明するから。あと数年、もしかしたら数十年後になるかもしれないけど、ベロブルグの気候が安定してきたら、ブローニャに提案したいって思ってるの。ベロブルグに鉄道を作ろうって。それから一本の、何本もの列車を作りたい。モデルはもちろん請求列車よ。寒波が消えれば、人々が活動できる区域がどんどん広がるでしょ。そうすれば鉄道もさらに長くなっていく。いつの日か鉄道は多くの都市をつなげて、ベロブルグもそのうちの一つになる。考えただけでテンションが上がるわ。絶対にみんなもこの計画を気に入ってくれるはずよ。そういえば計画を思いついたけど、具体的にどうやって実現させるかは見当もつかないわね。セーバルに聞いてみるべきかしら。もしくはスバローグでもいいかも。